誰？いや。いないな。おや、なんだ、のび太くんか。何？何探してんの？怖いんだけど。勝手に入ってこないでくれる？敷地内に。ほい！ということで、今回もやっていきたいと思います。今回は、あれやね、成長していくっていう感じかな。はい。のび太くーん、朝から賑やかだな。おはよう。のび太くん、おはよう。なんだい、ドラえもんいつもここにいるじゃねえか。仕事はどうした？仕事は。おはよう。ドラえもんにランチ。よく眠れた？うん、よかった。そうだ、のび太くんならお昼も寝れるんじゃない？そうだね。外だったら好きな時間お昼寝ができるよ。マジで？外に出て B ボタンを押すと寝れるんだ。へー、寝てみるよ。あれ、その話をしに来たの？そうだ、ヤーメイさんが呼んでるから行こう。ヤーメイさんが、うん、全然行きたくねえ。人のいる場所はマイナスボタンに開いてメニューにマップに出てくるんだ。ふんふん。おー、ほんとや、今どこにおるかとかこれでわかるんやね。あ、ジャイアンのおる場所ってあんな遠かった？マジで？へー。てかあれやね、シーゼンタウン全体で見たらめっちゃでかいな。ザザン岬とは一体なんか知らんけど、あれやん、あっこの息子かなんかが、あー、あれか、なんか海んとこの、あんなに遠かったんや。マジで、原っぱ広場ってなんやろ、イベントがあるところとかかな、料理大会とか。ヤーメイさんはシーゼンタウンの東にいるみたいだね。この時間なら町長さんの家かな。てか行ける場所めっちゃあるやん。へえー、やばいね、島全体行く感じ。はーい、よーし、じゃあ行こう。のび太くん連れてきました。おはよう。おはよう。おはよう。ヤーメイさん、なんだ、ランチもいたのか。帳簿を見に来たんだ、うん、そうか、好きに見ていきなさい。帳簿？何？帳簿？そうだ、のび太も牧場やると聞いてな、帳簿の説明をしようと思ったんじゃ、ヤーメイさん、ここは僕から、うん、任せた。もう説明を任されるほどに。帳簿っていうのはね、牧場の売り上げが見られるものなんだ。これはね、これが帳簿だよ。ここの本棚から確認ができるんだ。僕がしっかり書いておくから、一斉に見に来てね。この本棚には帳簿以外に図鑑もあるんだ。へー、図鑑？頑張れ。のび太くんが今まで手に入れてきた作物が見られるんだよ。集めてみてね、うん、なんかあれは？それじゃ、動物とか虫とかは。僕は帰るね。もう帰っちゃうの？うん、牧場のお仕事しないといけないからね。それじゃあヤーメイさん、ありがとうございました、うん、いつでも来なさい。さようなら。そうだ、そういえばドラえもんって町長さんの家に住んでるんだっけ。うん、2階を借りてるんだ。へー、見せて見せて、いいよ。もうそんな私物的な感じで扱ってるの。へー、めっちゃいいやん。ここが僕の部屋なんだ。へー、いい部屋じゃない。たまに遊びに来てね。もちろん。ちなみに隣はヤーメイさんの部屋なんだ。うんうん、入っていいの？あれは何？もしかして、え、もしもボックス、そうなんだ。わしが拾ったんじゃ。やれやれ、ヤーメイさんがこう言って返してくれないんだ。そっか、だから使うならここで使うんだな。使えるの？今まであった出来事を振り返って、選んだことを変えることもできるんだ。あ、選択肢とかってこと？それじゃあ…気が向いたら使ってみてね、うん、そうだ、のび太、カレンダーを持っておるか？カレンダー？うん、マイナスボタンでメニューを開いて、R ボタンで切り替えればカレンダーが見られるんじゃ。うん、ほれ、カレンダーにマークがある日があるだろ。これは…それはな、街でイベントがある日なんだ。その日はお店も閉まって、みんなでお祭りに集中するんだ。春の月の14日はきっとホワイトデーだね。のび太もぜひ参加してくれ。うわ、どんなお祭りがあるんだろう、楽しみだな。そうだ、1年目の春のホワイトデーは大して関係ないよね。最後にお願いがあったんだ。何？お願い、うん、つくしを拾ってきてくれないか。つくし、そうだ、持ってきてくれたら株の種をやろう。お願いは聞いておいた方がいいよ。じゃあ受けますよ。もちろん、いいよ、取ってくるね。よーし、のび太くん、僕も行くよ。頼んだぞ。でっかいキノコだな。つくしはこの辺りにあるかな。
あれじゃない？あ、ほんとや、ある。でか。ほんとだ。だからね。こんな感じで山には山菜や花、海には貝殻が落ちてるみたいなんだ。へぇ。拾って出荷しても良さそうだね。そうだね。いっぱい拾ったら大金持ちかも。よーし。とにかくつくしを拾って、ヤメイさんのところに持っていこう。一個でいいんかな。よし。それじゃあ帰ろう。ありがとう。それじゃあ株の種をやろう。ありがとう。うん。それじゃあこれからは牧場でいろんな種類の作物を作るのじゃ。またね。頑張れ。頑張ろ。最近はさ、なんかつくしが食べれることを知らん人も多いみたいで、ちょっとびっくりしたんよね。前ツイッターで言ったんやけど。なんだこれ。何？掲示板？案内板かな。いろいろ載ってるんだ。たまに見ようかな。お天気予報まで。何今の。なんか俳句みたいなのまで載っとったけど。まあ、とりあえずは、斧で、木を切っていくところからやりますか。小枝を切った。お。これは、えい！拾いたい。よし。とりあえずは、えい！まあ、木を順番に、一通り切っていきましょうかね。やっぱ同じ道具のものを、いっぺんにやっといた方が、楽かなと。これは、大工屋さんに持っていけばいいってことやろ？ああ、一日に何の収穫もないのはちょっと嫌だな。ちょっとね、嫌やね。でも最初は、地道な作業か、落ちてるものを、入れるしかない気が。あ、ここは、あれかな？動物小屋かな？ね、やっぱ牧場物語やけん。畑だけじゃなく、動物も飼うんやろうね、そのうち。なんか結構広くない？どこまであんのこれ。え、何あれ？なんかよくわからんもんもいっぱいある。ねえ、あれは、これは何これ？何に使うんやろ？柔らかい木材って言うんやね、これ。そのチョウチョとか捕まえれんのかな？てか畑にするにはこの木も邪魔だな。ね、切った方が良さそうかな。あ、木なんか2種類ぐらいあるね。あの、思ったより広くはないか。とりあえず小さい小枝だけ、木材に変えていきますかね。よいしょー。ん？木3種類あるんか。なんかこのタイプのやつと、このタイプのやつと、このタイプのやつ。3種類。えい！ここ全体を、えい！まあ、畑として使うかなという感じやけん。てか、えい！何も気にせずにめっちゃ使いよるけど、こっちの方とかもある。まあ、とりあえずは手前のを、えい！とりあえずは手前を、えい！まあ、耕せるようにしていきますか。えい！あっちはまた、また、先の話ということで。タケノコ生えてるよ、タケノコ。あれは取るべきじゃん。あ、なんか雑草虫った。まあ、いっか、一個ぐらい。一個どころじゃないけど。ね、ちょっとタケノコ取りたい、タケノコ。荷物がいっぱいだからやめて、マジか。雑草拾いよる場合じゃないやん。雑草拾うぐらいならタケノコ取ろうや、タケノコ。もうこれぐらい？あ。細い小枝はもうこれぐらいかな。うんうん、オッケーやね。どこだ？ミニマップ。あれ？ないぞ。大事なもの。え、違う。あ、ここか。ちょ、雑草いらないんだけど。置く。捨てる。はい。捨てたやつどこ行ったんやろ。わからん。誰？いや。いないな。おや、なんだ、のび太くんか。何？何探してんの？怖いんだけど。勝手に入ってこないでくれる？敷地内に。とりあえず、タケノコ取った。うわー、なんかめっちゃ人が。何？どうした？いや。のび太。ジャイアンと共に。よう、のび太。
今って牧場のみんなが一番元気な季節だろ。そうなん？知らんけど。様子を見に来たの？いい天気で遊びたくなるじゃろうが、牧場はしっかり世話するんじゃろ。なんかいろんな人が見張りに来る。怖い。えい怖い。えいえいこれはな、おぉ。えいこれは何個かの木材になるのかな。え、これ超邪魔。えいびっくりした。なくならんのかと思った一瞬。初めて切り株を作った。切り株にして、座ることもできるのかな？それはできんのかな？えい！よいしょ。どれぐらい疲れたの？ステータス、46か。うんうん。微妙な感じやね。ちょっと待って。とりあえず、でも食べ物がないけんさ。えい！よいしょ。あれ拾えん。とりあえず、18時になってしまう前に、おっとおっとちょ、待って。タケノコを入れる。あ、そっか。これで、入れたよ。もう収穫に、収穫じゃない、収穫に来たの？頑張ってるかい、のび太くん。春はあったかくていいね。うんうん、いいね。さ、これで。えい！これ、斧は壊れたりせんのかな？えい！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 どう？えい！まだ？えい！えい！えい！結構丈夫。おー、木が切れたよ。イェーイ。いい感じ、いい感じ。またちょっとね、間違えて雑草を拾ってしまわないように。えい！白い木を切った。でもなんか、どの木を切っても、同じ形。同じ形っていうか同じ素材になるんやね。白い木は結構簡単に壊せるっぽい。かなり疲れてきた。そろそろかな。よいしょ。は。あれよ、あの町のさ、あ、どうも。シーゼンタウンの西方面。初めてシーゼンタウンに行った。あ、静香ちゃん。私疲れちゃってるみたいなの。また今度ね。東はどっち？こっちに行けばいいんかな。あ、東。じゃあ、あの雑貨屋さんでさ、なんか、エティさんの家。あれ？ちょっと待って。あれ？雑貨屋さんはどこかしら？え、あっこじゃなかった雑貨屋さん。あ、ここか、雑貨屋。ニックナック。いらっしゃい。のび太くん。こんにちは。エティさん。ねえ。何を買いに来たのかしら。何を売ってるの？そうね。季節の種とか肥料。それから大きめのカバンとか、虫網とか、いろいろね。そうそう。のび太くん、鎌は持っているかしら。なんで？持ってるけどどうして？実は。雑貨屋に売っているコミュニティカイバは、鎌を使わないと取れないの。へぇ。そうなんだ。そうね。持っているなら安心ね。ありがとう。教えてくれてありがとう、エティさん。どういたしまして、いつでも遊びに来てね。家はちゃんと別であるんやね、エティさん。こんばんは。のび太、どうも。いらっしゃい。お買い物しに来たの？うん。一応、あの、高級肥料とかあるんや。あれ？食べ物とか売ってなくない？え、てか結構お金持っとった。どこから？そっか、あれか？雑貨屋で買うんじゃなくって、食べ物屋で食べるってことかな。体力、体力。もぐもぐ。いらっしゃい。レストランもぐもぐへようこそ。料理やレシピ、食材や調理器具、なんでも売ってるよ。調理器具まで？でも、のび太くんのお家はまだまだ小さいから、キッチンがないね。キッチンができたらレシピをあげるよ。それまでは料理を買って食べてね。食材そのまま食べるより、体力がいっぱい回復するよ。美味しい料理がいっぱいだよ。もぐ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 。なんで追い出す？料理屋で料理を売ってくれるのね。いらっしゃい、もぐ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 。あ、何か買うの？めっちゃつまみ食いし売りやん。買います。料理を買う。一番安いやつでいいや、うどん。サンドイッチ高くね？あ、その場で食べるんやね。なるほど、そういう感じか。ありがとう、また来てね。もぐもぐ。どうも。初めて料理屋でお買い物した。ああいうのでなんかいろいろと、なんていう、解放されていくんかな。
対西方面。こっちか。私の家は、あゆな牧場方面。いいね。あゆな牧場。だいぶ暗くなってきたか？でも木ぐらいは全部切って終わりたいような気がしなくもない。いや、でも寝た方が良さげだな。とりあえず寝ますか。よいしょ。ここ、今なんかおらんかった？あ、蝶々さん。蝶々さん。なんか動物かと思ったわ。はい、じゃあ寝ましょう。ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。あれやね、牧場内もめっちゃいろんな人やってくるんやね。ちょっとびっくりしたんやけど普通に。